これから帯広畜産大学別科の入試制度について説明します。入試の説明をする前に、まずアドミッションポリシーについてご説明します。アドミッションポリシーは入学者受け入れ方針といいまして、大学側が求める学生像になります。求める人材は4点になります。1、日本でも有数の酪農地帯である北海道十勝地域において、実践的、科学的な酪農学習の場を求めている人。2、地域農業、日本酪農を牽引する人材になる強い意志を持っている人。3、酪農を学び、実践するにあたって必要な基礎的学力を身につけている人。4、自分の意見を持ちつつも、他の多様な意見や価値観を尊重して協力することができる人。以上の4点です。なお、別科は2年制ですが、修了しても短大の扱いにはなりません。また、畜産学部への編入は認められません。学校推薦型選抜の出願要件や選抜方法についてです。学校推薦型選抜の募集人員は10名。出願要件は全体の学習成績の状況が3.0以上。選抜方法は出願書類。内訳は推薦書、調査書、志望理由書の他に作文、面接を受けます。出願期間は令和4年11月1日火曜日から11月4日金曜日。試験日は11月28日月曜日。合格発表日は12月6日火曜日です。8月に公表予定の最新の学生募集要項を必ず確認して出願してください。次に一般選抜についてです。一般選抜の募集人員は5名。選抜方法は出願書類。内訳は推薦書、調査書、志望理由書の他に作文、面接を受けます。出願期間は令和5年1月23日月曜日から2月1日水曜日。試験日は2月26日日曜日。合格発表日は3月6日月曜日です。8月に公表予定の最新の学生募集要項を必ず確認して出願してください。これで帯広畜産大学別科の説明を終わります。